はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2023年1月7まで来ましたか。はい、ということで、じゃがいもですね。1月7、年明けでじゃがいもの作付けに入ります。よいしょ。さあ、今からね、種芋を作ります。一番手はね、男爵ですね。はい、男爵の種芋です。で、種芋はね、もう今年からすべて自給ですね。去年の作ったこのじゃがいもをね、使い回すということでございます。その中からね、出荷に使えないもの、ちょい小ぶりなものをね、こうやって得てきてね、もうこうやって芽が出てきてますので、このまんまね、まあ芽出しをしなくてもいいんですけど、してやれっていうことであれば、芽出しをして植えてもいいと思います。まあまあどちらでもいいんですけれども、ということでね、今からこれで15キロぐらいですね。ちょっと足らないですけども、まあ、今年はね、本当に去年100キロぐらいだったんですけど、さらにもう減らしてね、行こうかという感じでございます。おそらく80キロぐらいですかね、今年はね。昔のもう5分の1ぐらいですけども、そんな感じで、じゃがいもの種芋をね、作ろうかということでございまして、はいはい。まあこのサイズだったら M、 いわゆる M サイズですよね。はい。で、まあ半切りですね。で、1個測って大体何グラムですか、これ。150、30ぐらい、大体ね、40グラムが目安ですね。40グラム、でもまあこれぐらいあれば十分でございます、ね、で、この大きさであればちょっと大きいので、3つですね。はい、こんな感じ。ということで、これはまあ自分でね、1年普通に出荷してたやつを使いますので、はい、ちょっと今ので大きかったぐらいですね。はい、うん、この大きさであればね、例えばもう芽が出てますから、例えば数に余裕があるんであれば、例えばちっちゃければもうこれもう1個ですね、こうやって、はい、このサイズはもう1個ですね、切らなくていいと思います。だからね、種芋をたくさん欲しいのかね、欲しいというか、ね、もう昨今は種芋買うとえらい高いじゃないですか。なのでね、できれば皆さんもね、まあプロの方は当たり前ですけど、保存がね、じゃがいもって何ですかって言ったら保存なんですよね。はい、保存がまあ難しいので、保冷庫をね、専用の保冷庫を持ってないといけないですから、まあ私もおそらく今年、あるいは来年までにはね、ここのこのスペースね、に保冷庫をおそらく建てるかと思いますね。大きいのはこうやって四つ切りですね。はい、これでね、1個何グラムだろう、これで30ぐらいですかね。ちょい小さいですけど、まあまあ十分でしょう。小さいのはまあこうやって1個ずつ、じゃがいもの季節になりましたね。いやいやまあこれをやる、じゃがいもやるようになってね、これでまた1年が来るなぁという感じでございますこれ手袋しないとね、真っ黒になるんですけどね。これで多分ね、25グラムぐらいだと思いますね。ちょっと小さいぐらいですね。これでもまあいいです。はい。
めんどくさければこうやって半切りですね。これは大きいので目出しをするしない問題っていうのがあるんですけど、まあプロの方ね、北海道とかああいう大規模でやってるところの方に言わせると目出しをしてくださいとね、じゃがいもは芽を出してから植えるものですということをおっしゃる方がいますね。なのでそういう、こう余裕がある人はやった方がいいと思います。プロがそうやって言ってるわけですから、いわゆるじゃがいもを作り続けて50年っていう人たちが言ってるわけですから、はい。だけどもじゃあね、目出しをしないとできないのかっていうことはないわけですね。私目出ししたことありません、この20年ね。だからどうしてもその収量だとかね、なんとかものすごくこう厳密にね、少しでも1個でも2個でもたくさん作りたいというのであればそういうことが必要かと思いますけども、実際に目出ししなくても大体出てきますからね、と思います。それでね、今年は目出しをしませんでしたと、で芽が半分ぐらいしか出てきませんでしたということであるならばやらなきゃいけないわけですけど、そういう意味ではね、そのそれぞれの皆さんのね立場、例えばもう家庭菜園の人であればね、別にそんなことをする必要はないと思います。はい、正直ね。で僕らぐらいのね、こうそんなにでかい規模でなくても目出しをしなくてもこうやっていいわけですから、なおさら家庭菜園の人でする必要はないかなというのが僕の見解です。はい、ただね、でかい法人さんでですよね、目出しをするしないでその20ヘクタールやって1割ね違ったってなってえらいことじゃないですか。売上的にはね、それで1億2億変わってくるって言うんだったらですよ、それはやるべきでしょという話ですよね。だからそれぞれのそのね、どういう営農形態かにもよりますしね、そういう話だと思ってください。だから必ず目出しをしなきゃいけないということではありませんね。ましては家庭菜園でね、家庭菜園で10キロ取りたいのか8キロ取りたいのか目出しするしないでそれが変わってくるとは僕は思わないですけど、そういう話だと思ってください。はい、だからジャガイモはね、目出しをするものですという発言をされている、プロ中のプロの方がおられます。おそらくそうなんでしょうね。でもそれをしなくてもジャガイモはいいわけですね。はい、そういうものです。はい、いろんなねやり方がありますので、野菜を作るというのはね、ここは抑えなきゃいけないっていうポイントがあるとするならば、ジャガイモ栽培において絶対に目出しをしなきゃいけないっていうものではないということです。はい、そうしないとジャガイモができないんだったらとっくの昔に僕だってそうしてますよね。とにかく土の中に入れとけばいいと。で最近はね、土にほとんど埋めずにマルチをかぶせるだけっていうやり方もね、家庭菜園とかでは見受けられますけれども、まあまあ逆に言うとね、袋栽培とかね、はい、本当におそらく家庭菜園でね、場所がなければ袋で作るっていうのも手だと思いますよ。なんかあれなんていうんですか、ガーデニングみたいな形でなんか育苗のね場所、ガラス、ちっちゃいガラス温室とかベランダとかね、でやるんだったら、袋栽培おすすめですね。はい。全然難しくないと思います。適当な培養土を買ってきてね、その袋の上にピョーって入れとけば、多分出てくると思いますのでね、難しいことはないと思います。まあ、じゃがいもはね、もしあれしたら過去の動画見てください。いろいろ語ってると思いますけど、じゃがいもで何か語ることがあるとはもう思えないんですけどね。はい、何度も言いますが、じゃがいもはね、この日本という国で特に本州で、向いている作物ではないというのがまず基本です。じゃがいもとトマトね、この2つはこの国で、特に本州でね、梅雨の時期がある、重なる、特にこの春ねで作るのには基本的に向いてない作物なんですよね。じゃがいもってどこですか？はい、ヨーロッパでしょね。だからヨーロッパの乾いた大地で持って、作るべきものなんですね。だからドイツとかね、いわゆる
ドイツの人とかあっち、ヨーロッパの方でね主食であるこのジャガイモはね、日本では芋はね何回も言いますけど里芋ですので、日本の土壌には向いたものではないんですね。はいはい、ということで今年はまず男爵からスタートしますね。男爵からスタートして男爵メイクインときまして、そしてアンデス、で十勝小金シャドークイーンと、大体去年この5種類作ったんです。今年はね、何かね、いくつか、コメントいただきました。デストロイヤーですか僕作ったことないんですけどね。あとそうやって何かね、新しいもの、まあ1種類ぐらいね、何かホームセンターで今ね、いろんなやつ出てますからね、何キロか買ってきて、それで種も作ってもいいかもしれないですね。はい。どんな感じでございます。何かおすすめ品種とかあればね、ごめんなさい、普通の、北光とか北あかりとか、まあそういうものは僕だって20年やってますで、大体作ってますので、珍しいね、インカの目覚めの新しい改定品種とかね、コメントいただきましたけども、そういうなんか変わったものでおすすめあればね、教えていただけると思い、ありがたいですね。なんかね、やっぱりまあ正直ね、ジャガイモね、もう何かこれっていう特徴がないとね、やっぱり何かこう面白くないというかね、作っててもね。ただやっぱり収量がどうしてもね、一応営農としてやってますので、その辺のところもねうまく兼ね合いで、ただやっぱり1年に1つぐらいはね、何か新しい品種を取り入れてねやっていきたいなとかって思うんですけどね、ということでございます。はい、これでね、2023年のジャガイモ、いよいよこれで年明けって感じですよね。ジャガイモがスタートしてね、これで1月のこの週末でちょっと何本かやって、これでスタートして1月末までにはね、何回かやって植え終わると思います。またその様子もね動画で撮影していきますけど、はいはい、ということです。はい、まあなんかジャガイモ質問でコメントいただければ別にいいんですけど、ね、じゃがいも作りはね別に何ということは ありませんね。はい、でまあ窒素分をとにかく抑えるということですね。すぐにね、特に我が農園のように薬剤を一切使わないってなると、もう病気が広がるとねほぼ終わりですので、とにかく窒素分を抑えるというのがポイントです。じゃがいも栽培はね、もう草加病っていうのがね出てきてもあっという間に広がりますので、で意外と肥料食いなんですよね。ということはね、肥料食いでも肥料はいわゆる窒素分は入れられないっていうことになってくると、だからやっぱ地力で作っていくしかないんですよね。はい、土の力で、だから、いい土作りをやっぱり心がけるしかないわけですよね。だから何もない荒れ地みたいなところにドーンと鶏粉とか堆肥入れて、じゃがいも皆さん、はい、作ってみなさい、はい、病気でほぼそれで無農薬ね、薬剤を使わなければ多分病気を抑えることはできませんから、はい、その辺のところでね、ジャガイモは結構土の力が必要になってくる作物なので、はい、それはもう家庭菜園とかやってる人は皆さんお分かりだと思いますけどね。で、連作は効きませんのでね、はい、そういう意味でもね、ジャガイモはね、どの場所に作ってどういうふうにやるかっていうのをね、まず最初に野菜作りするときに決めなくてはいけない胃の一番の作物ですから、はい、その意味でですから、袋栽培とかね、いわゆる畑の中から外してしまうっていうのはいい作戦だと思いますのでね。はい、以上です。これで2023年がスタートということですね。じゃがいもの、作付けが今週末からスタートいたしますということでした。はい、それではまた。